長照主は、ウルサン北区選出の第18代国会議員。2004年、民主労働党から17代国会議員に当選したものの、事前選挙運動の容疑で、2005年9月29日、議員職を剥奪された。その後、民主労働党を離党し、進歩新党の結成を主導した。4.29 補欠選挙にて、進歩新党の公雲でウルサン北区から再出馬し、当選した。その後、2010年10月15日に行われた臨時党大会にて行われた党代表団選挙で第3期の党代表に選出された。1996年、東国大学校生命資源経済学科を卒業。元来1981年に入学していたが、1982年、前途間軍事独裁政権を打倒するとの内容の学内デモを主導したため、除籍された。彼はこのために拘束、収監され、1983年8月に出所した。その後、ウルサンで労働運動を展開し、1986年10月、国家保安法違反で再び拘束され、1987年9月に出所した。彼は出所すると、ウルサンに新しい夜明け書店という社会科学専門書店を開いた。1989年、現在は現代重工業に統合された現代エンジンの従業員に対するテロ事件が発生した。長照主はこの事件に関与したとして国家保安法違反で2年余りの獄中生活を送った。新しい夜明け書店では当時ペンネームで活動していたが、ファン・グアンウの著作を販売しており、捜査の過程で労働組合員が新しい夜明け書店でファン・グアンウの著作を購入したことが発覚し、とんでもない書店だと非難の嵐になった。1991年からは民衆党に参加し、活動した。この経験は以後1993年までに始めた進歩政党推進委員会活動の基盤となった。1994年からは環境運動に関心を抱き始め、1995年にウルサン北区から市議会議員に当選した後、ウルサン環境運動連合の責任室長を務め、山陽連帯ウルサン支部共同代表も務めた。1998年には無所属でウルサン北区長に当選し、全国最年少基礎団体長という別名を得た。2004年に実施された第17代総選挙で、ウルサン北区から出馬し、ユンドゥファン候補を7000票差余りで破った。しかし、区の懸案であった飲食物処理施設と関連して署名運動に参加したことで、2005年に事前運動の疑いで中央選挙管理委員会から告発され、2005年9月29日、大法院で判決が確定し、議員職を剥奪された。長照主側は、これについて、選挙運動ではない。地域の世論の動向を把握しようとしたまでで、金品の受け渡しなどの違法行為は一切なかった。進歩政党弾圧の一環だと主張した。民主労働党と同僚議員は、長照主を救援する嘆願運動を行ったが、議員職を回復することはできなかった。現在は民主労働党を去り、進歩新党で活動している。2009年のウルサン北区国会議員再選挙で民主労働党との候補一本化に成功し、進歩陣営単一候補として出馬し、4月29日、当選した。2010年10月の党大会で、党代表に就任後、かつてたもとを分かった民労党を含めた新しい進歩政党建設に動き出した。しかし核開発や3世代権力世襲など、北朝鮮問題において、進歩新党が民労党側に譲歩することになったため、党幹部や党員から強い反発が上がった。紆余曲折を経て、2011年9月25日に、統合進歩政党の総党大会を開催することで合意したものの、9月4日に行われた党大会において、民労党との合わせ党案への賛成票が成立に必要な3分の2に満たず否決されたことで、民労党との合わせ党議論は解消されることとなった。統合が解消されたことを責任を取って、張少主代表は、党大会の翌9月5日に代表を辞任することを表明した。代表辞任後、シム・サンジョンなど共に進歩新党を離党して、統合進歩党に参加したが、2012年4月に予定されている第19代総選挙の野党統一候補を決定する予備選挙で民主統合党候補に敗れた。2014年6月の第6回全国同時地方選挙では、正義党からウルサン市長選挙に出馬、統合進歩党や新政治民主連合の支援も受けたが、セヌリ党候補のキム・ギヒョンに大差で敗れた。ありがとうございます。